おいっす。私の名前はお腹ペコペコのペコリーヌです。仕方ないから面倒見てやるわよ。感謝しなさいよね。主様のガイド役を仰せつかりました。私、主様に満足していただけるよう誠心誠意尽くさせていただきます。困った時はお互い様様、何かあったら相談してね。できることあるはずだから。戦うなら治療と援護は任せて。攻撃はその一緒に頑張ってほしいかな。君となら一緒に強くなれそうだ。これからよろしく。悔しい。一口食べてもらえればうちのクレープは最高だってわかるはずなのに。うんうん、いろいろ教えてあげる。えひん、お姉ちゃんに任せなさい。なんか最近はケーキがいいんですって。早速食べに行きましょうよ。君のこと信頼してるから私がトップアイドルになるまで協力してね。これからもよろしくね。私は人々の平和を守るため召喚術を使って戦います。最近はアイドルとしても活動してますが、そちらはまだ不慣れで。私は一目見ただけで相手のスリーサイズがわかるんです。体は嘘をつきませんからね。うさぎさん、猫さん、犬さん、みんなみんなお友達。ピーマンと人参を食べないと大きくなれない。大きくはなりたいですけれど。よーし、いたずらの設置完了。兄ちゃんを引っ掛けて。あ、もしかして見ちゃった？私、友達が欲しくて。よかったらお手伝いしてもらえると嬉しいです。あらあら、あなたたち、おいたはいけませんよ。イエーイ、ピースピース。魔物なんか超能力で一発だよ。私は強いのだ。わらわこそ世を滑る者、イリア・オーンスタイン。こたびの働きを評価し、お主を我が眷属としてやろう。ねえ、ちょっとあんたに話したいことが。やっぱりなんでもない。お兄ちゃん、もうダメ。こんなに続けたらあかりおかしくなっちゃうよ。今日の運勢は最悪です。気にしないでください。ちなみに私の占いはよく当たります。1にプリン、2にプリン、3子もプリンで、5ももちろんプリンなの。ああ、邪推、いや、侮辱するつもりはない。見ての通り、私は飲み物を口にできないんだ。ほら、兜が邪魔だから。クリスティーナ、ただいま帰参した。出迎えてくれ、盛大に。おしゃべり好きだし、年上の人をからかうのも大好き。あなたは絶好のターゲットになっちゃったわけだ。天下無敵のヒーロー、トラタイガーを目指す祭りっす。呼び声に応えて参上したっす。救護院の子供たちはみんな私の可愛い子よ。幸せにしてあげたいの。あんたも手伝ってね。身の回りのお世話は私がパーだ。頭ぶつけちゃいました。この子はね、ブーキチって言うんだ。武器なんだけど喋るんだよ。大事な大事な私の友達なんだ。私くるみです。どうしよう、恥ずかしくて、ごめんなさい。おおきに。やっぱり王子はんは
けてくれはる人やねんな。絵本の通りだす。私の親友の恩人なら私の恩人みたいなもんだ。お互い仲良くしていこうぜ。はい、たーい、これからよろしく。私と一緒に歌って踊るさ。調査に赴こう、女子くん。君の働きに期待しているよ。あんちゃん、お笑いに興味あるならオラの相方になる？ちょうど相方探してたんだ。うん、考えといて。もうこんな風に気を使いたくないんだけどな。どうして私の見た目は他の子と違うんだろう。喋る言葉も心も普通の人間と同じなのに。ごめんなさい、私あんまり体が丈夫じゃなくて、たまにふらーってなっちゃうんです。あたしゃ寝るからね、なるべく騒がしくしないでね。そこのあなた、おいくらで私の騎士になりますの？私が君の師匠になってあげる。もちろんただとはいかないわ。時給はしっかりもらうから。君今暇だったりしない？だったら私と一緒にどこか飲みに行きましょう。もちろん君はジュースでね。お金儲けの話ならぜひとも私に持ってくるにゃ。稼げるなら一ルピだって見逃さないのが私の心情にゃ。そういうことならお安いご用だ。大船に乗ったつもりで私に任せときな。実験台がこんなにたくさん。新しい薬ができたばかりだから助かるわ。久しぶりに私の目解放しちゃおうかしら。はあ、私の運命の人、今はどこで何をしているのでしょう。早くお会いしたいです。クスクス。キュピピーン。悪い人はグーカワ魔法少女ナナカちゃんがやっつけちゃうぞ。珍しい本とか持ってたら手加減してあげる。気絶コースから睡眠コースにグレードアップだ。確かに聞こえたぞ、私を呼ぶ声が。我こそは疾風のヘカーテ。私こう見えても新米教師なの。もし何か国語でわからないことがあったら質問してね。先生が教えてあげる。はあ、もうそろそろ5時になるから帰った方がいい？だから私を子供扱いするな。ねえねえ、ヒデサイってさ、ククどの段まで覚えてるの？うっそー、マジ超天才。私はモニカ・バイスビント、誇り高きバイス・フリューゲルに所属する立派な軍人だ。あ、君いいところに。僕の美しさがとどまることを知らないんだ。止めて、いや止めないで。これからよろしくです。将軍、私と一緒に天下統一するです。あなたのことを考えていました。逆らえない空間を愛してこうしてストーカーなんてそんな。私はただ遠くから先輩の姿を見守っているのが幸せで。可愛いって罪でしたっけ、ランドソル。すみません、チエルそこそこ可愛いんですけど、あります？人権大丈夫ですか？うん、何言ってんのという顔をしている。つまりだね、端的に還元すれば僕もうヘトヘトで何もする気が起きないよということだ。登場人物全員あたおか、ほんとしょうもない店。なえるわ。俺は喧嘩屋だ。報酬次第でどんな喧嘩でも肩代わりしてやるよ。当然君のもな。ギャングがドラゴン族の子を捕まえたって聞いて助けに来たの。
二人とも私のギルドで保護してあげるね。怖い魔物いないといいですね。まあいたとしても私の炎で灰にしてやるです。私ね、一人前の気空士になりたいんだ。いつか父さんみたいな気空士になって空の果てまで旅する。それが私の夢だよ。私アリサって言います。ランドソルみたいな大きな町初めてなので、いろいろ教えてくれると嬉しいです。お願いします。ルナはルナだよ。寂しいのは嫌い、優しいのが好き。あなたはルナのお友達？それともルナの？私はアン。一応マナリア王国の第一王女だけど、あまりかしこまらないで気軽に仲良くしてくれたら嬉しいな。私はクレア。竜と人、両方の血を受け継いでいるの。よろしくね。ルーはルーです。マナリア魔法学院に通ってるです。あなたもルーのお友達